ません。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。パーソナルトレーナーで担当させていただきます米上と申します。よろしくお願いします。お願いします。米上さん、はい。ちょっと私こういうジムとかも来るの初めてで、はい、運動も全然してこなかったんですけど大丈夫ですかね。はい、全然大丈夫です。はい、もうゆっくりゆっくりやっていきますんで。あ、はい。その無理全くさせないんで。あ、ありがとうございます。はい、じゃあちょっとやっていきましょう。すごい太ってはいるけどな、この人。あ、じゃあちょっと一番最初は、はい、あ、すいません、ちょっと寝起きなんで。ごめんなさい。あ、寝起き。ごめんなさい。すいません、私の。申し訳ないです。僕が、時間間違えてまして、このジムに寝泊まりしてるんですけど、あ、そうなんですね。やばいやばいと思って、もう本当に申し訳ないです。ちょっと来るの遅くなっちゃいましたよね。あ、いえいえ、はい、いや、私の都合でね、早い時間にしてもらっちゃって、すみません、本当に。じゃあ、ちょっとこのダンベルの方をね、はい、やっていきましょう。ダンベルの方、はい。すごい盛り上がり。重りがついてると、最初持ち上げられないんで、はい、じゃこの鉄の棒だけでやっていきますか。あ、これだけ、はい、すいません、ちょっと寝起きなんで。寝起き、あ、寝起きだとそんな感じ。あ、すいません。あ、ごめんなさい。じゃあこれお願いします。あ、寝起き関係あるんだ。すいません、ちょっとごめんなさい。あ、いえいえ、こちらさせていただいて。あ、ここに。あ、はい、そうなんです。じゃあ、ゆっくり、そうですね、結構重いですよ、これだけでも。はい、でゆっくり僕が合図しますんで、はい、20回やっていきますか。あ、20回も、はい、できるかな。じゃあいきますよ。はい、上げてください。ゆっくりゆっくり、下ろすぎゆっくりやってます。ゆっくりゆっくりゆっくり、はい、ゆっくりゆっくりゆっくり、はい、3、ゆっくり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 、下ろしてください。ゆっくりゆっくり、はい、4、あ、ごめんなさい。あ、ごめんなさい、ごめんなさい、当たっちゃいました。ごめんなさい、すいません。あ、今当たっちゃいましたね。いやいや、気にしなくて大丈夫。ごめんなさい、ごめんなさい、すいません、はい、僕が寝起きなだけなんで。寝起き、いや、よくわかんないんだけど。はい、5、あ、ちょっと、すいません、すいません。あ、先生、大丈夫です、大丈夫。あ、ごめんなさい、私もうちょっと離れます、すいません。あ、でも、あ、そっか、わかりました、そっちの方がですね。あ、はい、はい、すいません。はい、じゃあ6、おろそぎゆっくり、おろそぎゆっくり、おろそぎゆっくり、はい、なー、あ、来た、ちょ、寝起きだとそんな感じなんですか。あ、そうですね、そうです。ちょっと、はい、まだ起きたわけ、僕の目もあれなんですけど、ちょっと。あ、でもさすがに当たっちゃうのでね、ちょっと距離感が、じゃあいつもとちょっと違うかも。そうですね、ちょっといつもこれぐらいの近い距離でこの筋肉見てるんで。あ、そうなんですね。はい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。はい、じゃあ行きましょう、行きましょう。はい、はい、まーす、はい、はい、はい、あげてください。いけるか、あ、ちょ、やっぱ当たっちゃった、やっぱ当たっちゃった、やっぱ当たっちゃった。あれ、ここにいたんですけどね。え、あ、そこにいました？ええー。あ、ごめんなさい。そうですか、でも、まあ、寝起き。寝起きなんで、すいません、大丈夫です。あ、いえいえ。はい。じゃあもう、ダメで大丈夫ですね。あ、大丈夫ですか？はい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 。20回やってないけど、まあまあ。はい。あ、はい。じゃあ、次はスクワットをやりましょうか。スクワット、はい。はい、じゃあちょっとこっち側向いて、はい、はい、それじゃあスクワットなんですけど、この背筋を伸ばして、そこで曲げずにそのまま垂直に下ろすと。あ、はいはい、だからまあ言ったら結構深いところまで行ったら、はい、あ、先生、あ、でこういう感じで。あ、どうして前に出てきたんですか先生。それ当たっちゃいますよ、こう。先生、あ、こういう感じで、そのまま垂直に下ろしてやってください。垂直に、わかりました。はい、すいません、寝起きで。あ、いえいえ、大丈夫ですか。じゃあ、行きましょう。はい、はい、あ、まっすぐ背骨ます。わー、きついきつい。はい、これ結構きつい。はい、じゃあ、ちょ、
背骨、大丈夫、もっとまっすぐにしてください。背骨、あ、ちょっと曲がってましたね先生。ちょっとすごい当たってるんで、今肘に当たっちゃったんで、私の。ああ、そこそこだ。はい、すいません、ちょっと寝起きで、すいません、ね、寝起きはもう分かりました。そのでも距離感がおかしいんで、当たっちゃうんで、はいはいはい、ちょっとすいません、はい、全然気にしなくて大丈夫です。いや、気にしますよ、まあ、気になりますよね。 それは気になりますよ。そう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 ね、はい、はいはい、じゃあなるべく避けますんで。避けるというか、そのあまり近づかなければいいと思うんですけど、背筋をこう補助しながらやらないと意味ないんで、この正しいやり方というか。そうなんですね。はい、それちょっとすいませんけど、僕避けながらやりますんで。はいはい、いきますよ。はい、じゃあ、はい、近い、じゃあいきますよ。あ、避けますね、大丈夫です。避けますね、はい、ちょ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 、大丈夫です、はい、避けますね。避けますんでじゃない、避けますね、避けますんでじゃないです。はい、じゃあ下ろして、当たりそうだけど避けますね。ちょ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 、避けますんで。避けますんでって何ですか。そうです、寝起きで、すいません。いいですよ、避けますんでって。近いんで、もう補助、体のこのここに力入れてくださいとか、こうまあ触りながらにはなってしまうんですけど、そうしないと正しいやり方というか筋肉のつけ方ができないんで。触りながらって言っても、その別のとこ触っちゃうんで、私が。あ、そうか、すいません、すいません、触っちゃってるんで。ちょっとこれやめましょうか。ちょっとごめんなさい。はいはいはい、まあ、近づかなければいいと思うんですけど、どうしましょうかね、うん、ちょっとこのすごいスライドさせた。じゃあそこに座っていただいて、はい、ここに座ればいいですか。はい、何なのこの人、ずっとこうやって。じゃあここをもうちょい前に来てくれた方がいいかな。無理か。はい、じゃあこっちを持っていただいて。持つ。これゴムチューブなんですけど、はい、これ腕を引っ張ることで。どこにつなげてんのこれ。棚につなげてやる。やります。あ、これをやるんですね。軽くで大丈夫です。軽く、はいはい、これをそうですね。でこれをじゃあ20回やりましょうか。20回はい、こう垂直にこう引っ張るとかですね。はい、じゃあ行きましょう。よーさと。え、これどこについてるのこれ。2、あ、はいはい、3、ちょ、え、はい、4、先生、5、先生、乗っけないでください。先生、ん、乗っけてますよね今。もうちょい上上げれますか。もうちょい、いやー、そこ使わないでください。手使ってくださいよ先生。その角度ですじゃなくて、はい、グイッと、ちょっと、手離さないでください。手離しちゃダメですよ。ちょ、なんでそれ使うんですか。はい、手使ってくださいよ、手を。はい。はーい。もう、気持ち悪い、もう。気持ち悪いです。気持ち悪い。うん。だって、その朝だからって言って、その、え？いや、その状態は良くないじゃないですか。だって、本当にすみません、僕も。結構早くて。結構早かった、寝起き。いや、その寝起きだからって言っても、いや、すみません。え、いつもそうなんですか？いや、今日ちょっと予約されてた時間が結構早かったものですから、寝起きで、本当申し訳ないです。いやいや、それはやっぱ一応、まあ、女性を相手にするってなったら、やっぱりそこって、ちょっとどうしても、セクハラになりかねないと思うので、あ、やめてください、そういう、うん、それやられたところで、なんで、はい。まあまあでも仕方ないと思います、はい、そういう構造上のね、すいません、うん、またちょっと、うん、日を改めてよろしくお願いします。今日あ、寝起きから時間が経った時に、また寝起きから時間経った時に、はい、うん、それ治るんですよねそれ、はい、ちゃんと、はい、あ、すいません、はい、だからその状態だとしても、距離感だけ気をつけてくれたら、はい、はい、すいません、またちょっとよろしくお願いします。はい、失礼します。
もう来ないかな、ここは。次の動画も見てね。おすすめ動画もあるよ。